ホテルニューオータニにランチビュッフェを食べに来ました。エレベーターでロビー階へ向かいます。こちらがガーデンラウンジです。9月から11月の間、スーパースイーツビュッフェ2023栗とぶどうが開催されていました。日本庭園が見える素敵な席に案内されました。いろいろな種類のスイーツが並んでいましたが、今回は栗とぶどうのスイーツを持ってきました。マロンショートケーキ、モンブラン、グレープロール。マロンパンナコッタ、グレープゼリーです。グレープシャーベット、マロンアイスです。一口サイズのモンブランをフォークで食べようとしたら、ケーキが小さすぎてボロボロになってしまいました。クリームの中に栗がたくさん入っていて、とっても美味しい。ケーキと一緒に持ってきたアイスが溶け始めていました。栗の味が濃厚な美味しいマロンアイスです。シャーベットも溶け始めていました。ぶどうの甘酸っぱさが美味しい、さっぱりとしたシャーベットでした。もう一つ、ラムレーズンのアイスもありましたが、今回は食べきれませんでした。クリームの中にぶどうが入っている、ふわふわのロールケーキです。さっぱりとしたぶどうのゼリーです。栗のパンナコッタは初めて食べました。クリーミーで美味しい。スイーツビュッフェなのですが、サンドイッチやカレーなどランチメニューもたくさんありました。まずはサラダとサンドイッチを持ってきました。種類が多いのでどれを取るか迷ってしまいました。生野菜もいろいろとあったのですが、アボカド入りのサラダを選びました。アボカドもたくさん入っていて美味しい。ライスサラダです。あっさりとして食べやすいのですが、たくさん食べるとお腹がいっぱいになりそうなので少しだけにしました。ポロポロして取りにくいですが、好きな味です。カツサンドです。キャ
ャベツとソースが味を引き立てていました。ミートバーガーは見た目よりもボリュームがありました。レッドカレーとパンプキンスープを持ってきました。野菜の入ったパンプキンスープです。かぼちゃの甘みが美味しい。本格的なタイのレッドカレーです。とっても辛いですが、専門店で食べるカレーのような味です。綺麗な景色を見ながら美味しい料理とスイーツをたくさん食べることができました。予約の早い順から窓側の席が埋まるようなので、できるだけ早く予約を入れることをおすすめします。ランチの後はパティスリーさつきにお土産を買いに行きました。今回はレーズンサンドを購入しました。日本庭園に来ました。ガーデンラウンジの窓から見えていたのもこの辺りの景色です。庭園の池には真っ赤な橋がかかっています。橋の上からの眺めも絶景でした。綺麗な錦鯉がたくさん泳いでいるのが見えました。優雅なランチタイムを満喫できました。